ユナイトのじゅんさんです。今日はですね、ボディメイク業界のリーダーに聞けというテーマでゲストをお呼びしてお話を伺いたいと思います。本日のゲストはプラウド白壁のオーナー杉浦圭一さんをお呼びしました。お願いします。ありがとうございます。お呼びいただき、はい、さあそれではですね、じゃあ杉浦さん、簡単に自己紹介をお願いいたします。はいはい、そうですね、私はですね、名古屋の東区白壁っていうところでパーソナルトレーニングスタジオを経営しております。ありがとうございます。はい、杉浦さんと僕の出会いなんですけれども、はい、2016年のベストボディジャパン名古屋大会、はいはい、あの時に杉浦さん確か出られてましたよね。そうですね、はい、ですよね。で僕が初めて予選を通って決勝行ったんですけれども、でその時にね、杉浦さん確か3位に入賞されたと思うんですね。で僕はやっぱり入賞者ですから覚えてるんですけど、杉浦さん僕のことって知ってました？もちろん存じ上げてました。結局ただ、まあ、大会の時ってもう自分の世界に入っちゃってるんで、そういう意味ではお話はしなかったかもしれないですけど、僕大会前に必ず名簿をチェックしてですね、誰がどういう経緯でここまで来れるかっていうのを全部チェックしてる人間だったんで、もちろん存じ上げてで実はですね、杉浦さんとこう面と向かってお話するのは初めてなんですよね。そうですね、まあ、挨拶は1回か2回したことあるかもしれないんですけども、はいはい、で SNS で交流をさせていただいて、はい、で今回ですね、杉浦さんの方から、一度 YouTube でコラボしないかとおっしゃっていただいて、ね、今回のコラボが決定したということです。はい、で概要欄の方に貼っていくんですけれども、先ほどね、杉浦さんの方のチャンネルで僕が出た動画は上げておきますので、よかったらぜひね、そちらもチェックしてから見るとさらに杉浦さんの魅力が伝わるかと思います。よろしくお願いします。はい、そちらのチャンネルもお願いいたします。さあそれでは杉浦さんにですね、本日聞きたいのは3点あります。まず1つ目がなぜトレーナーになったのか、はい、で2つ目がスタジオオーナーになるまでの経緯ですね。はい、はい、そして3点目が今後の展望っていう内容でお伺いしたいと思います。はい、お願いします。ちょっと僕の場合特殊かもしれないんですけど、はい、ちょっとどちらかというとネガティブなきっかけが原因でして、もともと働いてたとこがですね、まあクビになりまして。クビですか？まあ、はっきりと言われたわけじゃないんですけど、まあ、ちょっと大人の事情で、まあ、本当はね、そこの経営者候補ではあったんですけど、後継者候補だったんですけど、辞めざるを得なくなりまして、でそれが36歳の時だったんですよ。で36歳でこれからまたどこかに勤めて、そこからまた這い上がっていって、ね、その年代で叩き上がっていくっていうのはすごい長い道のりに感じたんですよね。まあ、そこまで行くのにも自分は努力してそこまで行ったつもりではあったんですよ。ところがもうその一気に転げ落ちてしまったんで、さあどうするっていうことで考えた時にですね、まあ、唯一続けていたのが筋トレだったんですよね。それも、まあ、元々僕体が弱いんでやらざるを得ないことだったんですけど、やらないと動けなくなっちゃうぐらい体が弱かったんで、なんでまあなんとか続けてきたことは筋トレだと。じゃあもうそれを仕事にするしかないんじゃないかっていうのがきっかけだったんですよね。そこからまあまあ契約社員としてトヨタの工場で働きながら、まあ、夜勤とかねやりながら、まあ、ボディメイクしながら、プロトレーナーの元に弟子入りしてですね、まあ、お金払って弟子入りしたんですけど、もう右も左もわからない状態だったんで、とにかくこう働きながら、まあ、お客さんは多分働きながらボディメイクするわけですから、結果を残すっていうことを売りにしようと思ったんですよね。うん、結局4年ぐらいかな、働きながらなんとかこうベストボディで入賞できたんで、それをきっかけに始めたっていうことですね。今ね、はい、働きながらトレーナーされたってことなんですけれども、トレーナー専業で今やってらっしゃるんですか？あ、そうですね、今、はい、いつぐらいから専業になられたんですか？それはそのトヨタの4年間の契約社員を終えた後ですね。最初はまあその誰も気づかないようなアパートから始めて、まあ、なかなかお客さんにも気づいてもらえない状態で、1回ね
アコムでしたっけ。いいですね。そんな話聞きたいですね、皆さんね。今日はね、泥臭い話をね、杉浦さんにしていただこうと思ってるんです。トヨタの契約社員、僕も愛知県なんで分かるんですけど、なかなか見入りがいいじゃないですか。給料いいと思うんですけど、その一切立ってね、やると、かなり覚悟は必要だったと思うんですけど、そこはどうだったんですか。いや、結構ね、僕、その、入って、まあ気に入ってもらえたんですよ。で、当時、その課ではいなかったんですけど、正社員にならないかぐらいまで行ってもらえたんですね。そうすると多分その当時で800万はもらえる計算だったんですよ。年齢で決まるんで、あそこ給料が。でもまあそれ以上に稼ぐんだと、そもそもトヨタに入る前から決めたことだったんで、一度開業してからはもう全然鳴かず飛ばずでしたけど、それでもまあ全く後悔はなかったですね。きっかけとしては前の会社を辞めることになって、でそれって何やろうかっていう時に、ずっとやってた筋トレをきっかけにして、それをプロのトレーナーになろうというところからスタートしたということなんですかね。はい、そうですね。今普通の一般的な、ね、トレーナーさんからプラウド白壁のオーナーさんで、オーナートレーナーさんでいらっしゃるんですけれども、またちょっとね、トレーナーとオーナーと違うじゃないですか。これどのような経緯でオーナーになられたんですか。僕は辞めたんですよね。アパートでやってた時に鳴かず飛ばずでだいぶ離脱した時期があって、で、焼け酒に付き合ってもらってた人にですね、ちょうどいい人がいるよみたいな感じで紹介を受けて、で、その人がじゃあ明日ぐらいからじゃあそこにちょっと来てくれるってことで、要はその開業したてのジムがあったんですよ。で、そこはまだちょっと軌道に乗ってないと、ちょうどいいから起爆剤としてじゃないですけど誘っていただいて、たまたまタイミングもあると思うんですけど、発展していきまして、で、そうしたらですね、そこを成功モデルとして2代目オーナーの方がどんどん支店を作られていったと。で、養成スクール作るぐらいまで愛知県に、ね、広がっていったんですけど、それで最初の成功モデルのにがちょっとその気持ちが少なくなるじゃないですか。やっぱり他たくさんの管理しないといけない。それでちょっと困ったなっていう感じもあったんで、なんとかもうこれはちょっとしないといけないなと思っていて、会議をしてる時にですね、勇気を出してこれ経営権を売ってもらえませんかと、はいはい、言ったら、それはいいですねって話で向こうとしては待ってましたと、ね、逆にそうしてくれぐらいの感じだったんで、そういうこともありながらですね、結構な高い金額です、ね。その前のアパートの時もね、アコムで借りたりとか、正直、僕のことをよく応援してくれてる社長さんにお金借りたりとかしてですね、やばかったんですけど、また今回経験買うときも名乗りを上げてくれる方がいました。あ、素晴らしいですね。男気で貸していただいて、今がある感じですね。でそこでプラウド白壁さんのオーナーになられた、はい、すみません、そこまで聞いてなかったんです。いや実はですね、今日第1回目のゲストなんですけれども、第0回っていうのがありましてリーンスタイルっていうね、有名なジムの徳山社長とですね、飲みに行った時の動画がちょうど1年前、コロナで2人とも塞ぎ込んでた時にです、飲みに行ったことあるんですが、緊急事態宣言終わってからですね。でその時は酔っ払ったトークだったんで、第1回は杉浦さんということで、なしなんですよ。まあ面白いんで、よかったら概要欄貼っておくんで見ててください。なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それではですね、オーナーになられて、今ね、彼奮闘されて頑張ってらっしゃると思うんですけれども、今後の展望ですね、はい、もちろんプラウド白壁さんもそうですし、はい、杉浦圭一さん、はい、トレーナーとしても男としてもどのような、ね、展望を持ってるかということを聞きたいと思います。お願いします。目標は岩田さんですね。いや、やっぱり僕、妻が一度失敗してましていないんで、本当はね、そういうふうに支え合ってなんかこう経営していかれてる姿って本当に羨ましいんですよね。私もとりあえず今とにかく一人でですね、やっていくんですけど、今後はですね、今トレーナーさんがだいぶ増えてきてるもんですから、その方たちが軌道に乗ったらですね、2店舗目を出したいなと。で、その後にフランチャイズ化
もしていきたいなと思ってますね。まあ、なかなかね、その、なんですかね、こう、システム化するタイプの人間じゃないんで、そんなにもう全国展開とかそういうのは無理だと思うんですけど、その人間性を重視したそういうやり方、まあ、これからAI が増えていくと思うんで、まあ、逆をいこうかなっていうところで、うん、まあ、そういう考えに共感していただける間で細々と増やしていきたいなとは思うんですけど、まあ、そうですね、合計3店舗を目標にやっていきたいと思います。いやすごいですよ。僕も本当に経営者の足くれですから、本当に心のこもったお客さんのために思ったジム、スタジオを1店舗でも増やすというのは非常に、ね、難しいし大変なことだと思うんですけれども、もうぜひ応援してますので。ありがとうございます。はい、これからも頑張ってください。あ、自分のこと言うの忘れてました。そうですね、僕もその自分、まあ、その正直経営に精一杯だったんで、自分のボディメイクはだいぶおざなりになってまして、杉浦さんね、東京で開かれたフィジークのチャンピオンですか。いやいや、運よくそういうこともあったんですけど、やっぱりその、まあ、そのまだまだ認めていただけない方も いますんで、まあ、そういったプレイヤーとしても、まあ、そうですね、日本一になりたいですね。素晴らしい。言っちゃいました。聞きましたね、皆さんね。日本一になるという宣言です。かなり笑いが起きるところですね。いやいやいや、やっぱり言って、それに向かってね、頑張る過程がやっぱり、いろんな人が感動しますから。すごく勇気が出ました。素晴らしいと思います。でこうやってね、やっぱり言うことで、はい、僕らもそうですけども、言うことでね、自分をいい意味で縛ってですね、はい、こう、モチベーションを高めて、そうですね、次のね、ステージに行ければいいかなと思いますので。じゃあ、杉浦さん、今日はですね、お忙しい中、本当にありがとうございました。こちらがお願いしたことなんで、ありがとうございました。はい、次はね、少し落ち着いたら、コロナが落ち着いたら、ぜひ飲みに行きましょう。そうですね、楽しみにしてます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。